ウクライナの話もね、しておきたいと思ってます。さあ、今後どうなるのかと。奪還は少しずつは進んでるようですけども、東部がポロ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 ね、街を明け渡していって、ウクライナがどんどんね、取り戻しているという状況でもないんですよね。ですから、ロシアとしては、あちこち全土をね、侵攻するような勢いで、いろんなところに手をつけてましたけども、立て直しをして、特に東部を死守するみたいな、ところになってきていますよね。さあ、今後停戦交渉というものは進むのかどうかということです。プーチンとしても、ここはもう負けましたっていうわけにはいかないわけですね。当初のね、それこそキエフを陥落させて、ゼレンスキー大統領を逮捕して、親ロシア政権を打ち立ててみたいな計画だったそうですけれども、それはもう全くできなかった。じゃあ作戦失敗でしたらごめんなさいっていうふうになると、これは負けたというふうには言えませんからね。じゃあどうすんのって言ったら、東部ドンバス地域ですね。ドネツク州とルガンスク州ですよね。この2つはもう完全に制圧して、で、ロシアの領土に組み込むっていう、そこをやって、いや、当初からこれが目的だったからと言ってですね、勝利宣言するぐらいの、だから小さくした上で勝利した、目的を達成したっていうふうに言わざるを得ないわけですね。それにしても、デンマークとね、フィンランドが NATO に加盟するっていう話ですから、それだけで戦略的に敗北してるんですけどもね。でもここはもう予定通りね、軍事作戦成功したんだっていうふうに言えるものを、まあ、作んなくてはいけないということなんでしょうね。で、その時にですね、じゃあこれどういうふうにして着手するんですかという時に、あとはこのゼレンスキー大統領が何をもって停戦の話をするのかですよね。一応、ゼレンスキー大統領からすると、いや、全部取り返すということを言っているわけなんです。